だから女芸人のハードルは高かった。お笑いブーム以前は芸人に男女の差はなかった。ドロップキックで怖いこの野郎。危ないで。ドロップ危ないで。危ないで。だからアナウンサーでもこうなる。高島アナが新人時代最も辛かった仕事だとコメントするのがこれ。結果として夏が来るたびに青春映像がプレイバック。ごめんなさい、出てね。これは北海道出身で全く泳げない加藤が河口湖に残した伝説の映像。加藤さん大丈夫でしょうか。加藤さん さあ皆さん、今からでもハードディスクに録画してください。急いでますよ、こっちも急いでます、こっちも必死です。加藤さんも必死。加藤さん大丈夫？加藤さん大丈夫ですか？ミラクルや、ミラクル。もしかして落ちたら俺泳げないから。もう落ちてねえじゃんお前。危ないっすよ。危ないよ。わかんないよ俺自分で。加藤さん浮き輪、加藤さん浮き輪、加藤さん浮き輪でした。ミラクルです。ゆっくり行ってくれよ。我に太陽がある限りスペシャル2とやる。衝撃映像の伝導には野球でいう長嶋茂雄、つまりミスターというかスターがいることを忘れてはならない。ゆっくりと調整、ゆっくりと調整。